ブラックパンサーベイノア VS 和島博美。ただいまより本日の第8試合、ザ・マッチ2020キックボクシングベル71キロ契約ワンマッチを行います。タイガー・コーラ180センチ、 70.90 キログラム、 和島ヒロミ。ドラゴン・コーラ173センチ、 70.90 キログラム、ブラック・パンサー ベイノア。この試合はザ・マッチ2022キックボクシングルールで行います。各ラウンド3分3ラウンド延長1ラウンド3ノックダウン制となります。つかみは攻撃が伴う瞬間的なもののみ有効で、相手選手の頭部をつかんだ際は瞬間的に膝打撃が一発のみ有効です。ただし相手選手の蹴り足をつかむ行為は反則です。ラウンドの方向、はい、ガードだけ上げといて、そこに、そう、あれ、そう、そう、それでいいから、右締めろ、右締めろよ、落ち着けの、上げといて、はい、そう、もう引けよ、はい、そう、動いて動いて、まっすぐ下がっちゃダメだ、慌てない、よく目を開いて、そう、はい、そう、そう、はい。
ダメだよ、これ。Round 3, final round!
ぞ。そこそこ膝来たら合わせちゃえ。先行け、先行け。回れ回れ、突っ込んでくるよ。行け行け行け、出ろ、それで前出ろ、前出ろ、まっすぐで、まっすぐで、まっすぐで前に来るから、まっすぐで、まっすぐで返して、お待たせしました。判定結果をお知らせします。ジャッジ小川30対24、輪島。ジャッジ片岡30対24、輪島。ジャッジ水谷30対24、輪島。以上判定3対0をもちまして勝者輪島ヒロミ。本場は、いやいや、いけそうですね、本当お願いします。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、そうです。見事勝利を果たしました。ジャッジ判定により勝利者候補が贈呈されます。
続きまして、ヨギボー様より勝利者賞としてヨギボーマックスが贈呈されます。月神会チーム侍の和島ひろみです、ありがとうございます。東京ドームの皆さん、そしてアベマ、アベマ TV をご覧の皆さん、応援ありがとうございました。本当にこの東京ドームで、しかも満員の中で、試合ができて、まあ、本当に言葉に言い表せないというか、まあ言い表すとしたらオスですね。僕 K1 の70キロのベルトを今持っていて、まあ、本当はもうバチッと倒して喋、りたかったなと思うんですけど、今後また頑張っていきますので、注目お願いします。70キロは僕が引っ張っていきます。この後休憩挟んで、もっとすごい試合がたくさんあると思うので、K1 チームに期待しながら、僕も楽しみながら見るので、皆さんも楽しんでいってください。はい、あと僕ちょっとインスタグラムのフォロワーがすごい少ないんで、フォローしてください。大したこと更新しないですけど、お願いします。ありがとうございました。